とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントでいくつか来たんだけども、闘志の締め具の、入手場所を教えてくださいという、質問ですね。今までは、闘志の締め具って、ここがね、よく出てたのよ。締めっぽい洞窟。まあ、黒い宝箱が確定で1個あるし、まあ、周回しやすいので、まあ、比較的出やすい場所でしたね。でも、今ね、俺が一番おすすめするのは、ここ。サンゴの丘。ここが、締め具が出ますし、さらには、これね、サンゴのブレードのユニーク、なんだっけ、スポンジボブ?あれだね。あれが出るんだよね。なので、ここがかなりおすすめです。宝箱もかなりいっぱいあるので、ここに行きましょう。まあ、高速周回をしていった方がいいと思うので、難易度はある程度下げてから行った方がいいです。はい。では、俺は17で行ってみましょう。それじゃあ行きましょうか。高速周回用の装備に変えました。で、今回が、シークレットの数が18個。うん。で、普通の宝箱が4個か。となってます。シークレットの数が、他のダンジョンと比べても、かなり多く設定されてるし、まあ、見つけやすいっていうので、ここは本当にね、おすすめします。まあ、シークレットの場所はね、俺も大体しかわかんないんだけど、まあ、とにかく、画面のね、端っこの方に行けば、ちょこっと出てくるから、まあ、やってみてください。とりあえずね、こういう、広いところがあるじゃない?そうしたら端っこに行くと、こういう風にひょっこり出てくるんで、ここは出ないか?うん、まあ、とにかく、端っこの方に、行ってみてね。そうすると、ちょこっと出てくるんで。で、難易度はめちゃくちゃ下げてるんで、全然余裕でいけます。うん。結構、外れだな。まあまあまあ、すぐね、出るわけじゃないし。まあまあ、こんな感じか。多いところは、1回で4個ぐらいシークレットが出たりするので、うん。まあまあ、それ、全部をね、探すんじゃなくって、高速周回する形を、取っていった方がいいと思います。ここは出ないな。まあ、違うとこ行きましょう。で、穴とかが開いてて、入らなくてもいいです。洞窟には。洞窟の中は別に美味しいものはないので、基本洞窟はガン無視で、この普通の上のフィールドを、行くようにしましょう。なかなか出ねえな。まあまあ、そう簡単にね、出るもんじゃないけどね。あ、ガントレットだった。ノーマルガントレットです。たい焼きくんを食べていきましょう。あっち側はないだろうな。上に行きましょう。まあ、とにかく、急いで。もう高速で行きましょう。高速で。ああ!ここはないな。ここはない。先に行きます。こんなことあったっけ?あったね。亀の防具。亀の防具ね、ここよう出るのよね。軽快な亀の防具。ユニークのやつ。あれはね、よく見るね。強制戦闘でーす。まあ、サクッと倒しときまーす。はい、倒しました。次行こう。あったあった。あーし。外れ。ユニーク出ないな。あ、そうか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 。まあ、効果があるかどうかは、うん、微妙なところだけども、一応ね、防具は、そうだ。幸運がついてるやつで言ったが、いいね。幸運付き。これクリアする直前に着ればいいんだけど、ちょっと忘れたりするじゃない?やっぱり。着るのを忘れたりするから、まあ、常に着とけば
いいと思います。クールダウンが1個ぐらい入ってれば全然ね快適にいけるので、こっちにはあるかな。ここか、あったあった。うーん、ユニーク出ない。下側はどうだ。うーん、ガントレットしか出ない。ポロッと出るんだけどね、ポロッと出ちゃうんだけど、今日はなかなかポロリしてくれない。まあ、とにかくこの画面端だよ、画面端をうろちょろすれば出てくるんで。あ、出た。わあ、軽快な亀の鎧これよく出る、よく出るやつ。うーん、またガントレット、締め具出ないな。んじゃ、まあ進んでいきましょう。あ、ここら辺はありそう。じゃあこのね、青とか赤のサンゴのところにも出るんで、そこは要チェックしていったがいいね。はいはい。うん、ノーマルガントレットガントレットばっかりだ。出るときはね、一回潜って、二、三個出る。亀の防具。出てくれないね。またガントレットかよ。もう。ガントレットしか出ない。調子悪。ああ。おお、来た。スポンジボブ。あ、スポンジストライカー。出た出た。ボブはあれだ。黄色いアメリカのアニメね。おお、来たー。出ました。闘志のシメグ、シメグが出ましたよ。では、ボスを倒してクリアだね。サクッと倒しちゃいましょう。どうやろうか。なんか一撃のやつないかな。あれ、どこ行った？あー、いた、危ない、びっくりしたいいや、もう。びっくりした。びっくりした。何するのよ。はい。まあ、こんな感じで、クリアだね。シークレットがまだ、あと、6個か。俺は取り損ねてたんで、まだ、あると思います。端っこの方をね、チラ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 探してるといいと思います。まあ、ここが、今現状、シメグが一番出やすい場所だと思うので、欲しい人は、行ってみてください。うん。まあ、最強のを取ろうと思うと、黄金だからね、古代狩りに行かなきゃいけないけども、まあ、その手前のね、とりあえずのやつ、うん、とりあえずのやつでも強いから、まあ、一つ持ってみてはいかがでしょう。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。